はい、こんばんは。宇都宮ひじです、どうも。イエーイ。お久しぶりでございます。ちょろちょろやっております。そこに綺麗な女が出てはったのに。ね、帰っちゃったの。結婚したの思っとったのに。あ、そうだよ。まあ、そんなこんなでございます。よろしくお願いします。イエーイ。美容室でやっております、はい、今年で400店舗またそれ、来年427店舗見えないやん、目標427店舗お、受けたって感じで樋口薬局でございますけどねもうここで一体言ってしまうということなんでございますけどね、皆さんお若い感じでいいですね、新鮮な感じで、ね、もうすぐ60歳、はい、お金はちゃんと払っております。それはいいところでね、そんな旦那でございます。ぼちぼち喋ってると事件がございます、それではちょっと哀愁のラブソングな曲を一曲言ってみたいから60になるとだんだん寝ちこくなったのかな、それは、こんな感じでやっております。ちょろっとオリジナル町やか、そんな笑いますか、町やかちゃえば、アメイロな町家だと愛は時を忘れさせる時は愛を忘れさせる忘れさせる
姉色の街角カッコも忘れてねちょっと危なかったけどようやるんです姉色の街角おい
春らしい曲用意しておりまして、ここでこれ言うてしまうとあかんの、お父ちゃんの歌かなって、親父の歌を歌うからね、うちの親父も亡くなっております。うちの親父は、うちの親父は結構発明家でございましてね、もう僕小学校時代もうガラガラガラっていう扉でございますけど、ガラガラっと開けると僕の家はもうガラガラっと閉まりました。勝手にヒュッてヒュッて向こうに重い文鎮が垂れておりまして、それをグーッと上げると文鎮が上がって、その重さでグッと閉まるというになって、小学校の僕にはそんなんいらんねんけど重たいという感じになっておりましてですね、もうそんなお父ちゃんでございまして、僕のうちのお父ちゃんの最大の発明はですね、もうすでにあの時代はもうすでにじゃないですけども、テレビはブラウンカウントというのでございまして、チャンネル式、みんなの若い子分かるよね、チャンネルでこっちで回すよ、カチ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 とこう回していくんですよ、カチカチカチなんですけどね、うちの家はもうすでにリモコン状態、2メーター離れてもそれがチャンネルやるのに変わってしまうという、どうして変わるんでしょう。たまにこれ言うと、お金持ちやったからとか言うて言ってるんですが、みんなも金の問題ではありません。何億払ってもリモコンなんか存在しない時代でございますから、なんで僕の家だけは2メーターからそのチャンネルが変わったか、うちのお父ちゃんは2メーターぐらいの棒の先にチャンネルの形した木の形、木のこのチャンネルの形にちょうど合うようなこのクルクの木にしとか、それを2メーターの棒の先につけてやね、寝ながら回してるんですよ、こうやってガチ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 と回していくと2メーター、もしかしたら3メーターあったから、そのぐらいカチ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 と回していくんですね。でも小学校の僕にはその棒が重たいってなかなかその口がはまれへんと、もう行って回した方が早いやんかというような、お父ちゃんでございましたけども、そんなこんなお父ちゃんでございます。もうね、あのエンジニアになりたかったのね、伊丹空港のね、ちょうど離着陸するとこあるでしょ、飛行機降りては上がると、はいはい、あそこをね毎週連れて行かれるんです、僕自転車に乗っけられて、はい、寒いの子供の頃に、ね、連れて行かれてですね、そこでお父ちゃんずっと飛行機見てるんですよ。いや見たやろ、今エンジンこうほら開いたやろ、閉じるやろ、開いたやろ、一辺後ろ羽動かしとるからこういうのね、チェックのためにやるよかとか言いながら、あっもう10回ぐらいこれ聞いてんねんけどなと思いながらやねんけど、そこでね昔はねホットドッグがあったんですよ、黒と黄色の、分かる方分かりますよね、ね、あのね、あの玉露ハムのね、カレーキャベツもう最近ないよね、あれうまいっしょ、あれをね3本ぐらい食わしてくれるんですよね、もうそれを食べさせてもらうのが楽しみで行ってたという、そういう内容を歌った曲でございます。まあ、笑わせる曲でございます。まあそういうふうな、まあ、まあ親父を見とって、バッと、ね、葬式の時に白い雲があって、あ親父ここ行ったよなと、まあみんな一度は通っていく道ではないかと、人生の階段を登っていこうという曲です。聴いてやってください。
寂しかっただろうな。突然の別れは後悔を残す。群青の色が絵の具の中で一番高いのしました。とてもいい話、これ好きでしたね。ちょっとね、何でも言うんですけど、群青の思いを込めて歌ったところだと思います。群青が消える時、どうも宇都宮秀でした。どうもありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。ありがとう。